ウェンディ・リヒターは、アメリカ合衆国の元女子、プロレスラー。テキサス州ダーラス出身。1980年代より、NWA や WWF で活躍し、WWF 女子王座などのタイトルも獲得。2010年には、WWE 殿堂に迎えられた。WWE スペイン語放送の解説者、ヒューゴサビノビッチは元夫である。ファビラス・ムーラのでトレーニングを積み、 1979年にデビュー。1980年9月、全日本女子プロレスに初来日。以降もたびたび来日し、女子プロ版のスタン本戦や、ハルクホーガン級の存在になり得る、スター候補と目されていた。その後、ジョイス・グレーブルをパートナーにカウガール・ギミックのタッグチーム、テキサス・カウガールズを結成。1982年5月6日には、 サブリナプリンセス・ビクトリアを破り、NWA 世界女子タッグ王座を獲得。ビンス・マクマホンシニアの WWF、スチュハートのスタンピード・レスリング、バーン、ガニアのアワーなど、各団体を転戦し、ジュディ・マーチンベルベット・マッキンタイヤーのコンビと、構想を展開した。テキサス・カウガールズ解散後は、ヒール陣営の一員として、男性レスラーのアングルにも加わり、 ジェリー・ジャレットのクアでは、ジミー・ハートをマネージャーに迎え、ビル・ワットのムズウィでは、バディ・ランデルと組んでのミックスドタッグマッチも行われた。1984年、ビンス・マクマ・ホン・ジュニアの身体成果で、全米進行を開始した WWF と再契約し、悪役マネージャーのキャプテン・ルー・アルバーのシュのシンディ・ローパーの対立アングルに、ローパーの助っ人として、ベビーフェイスのポジションで参入。 同年7月23日、ザ・ブロールツー・エンド・イット・オールと名打って行われた MSG 定期戦ではローパーをセコンドに迎え、アルバーノがマネージメントする WWF 女子王者ファビュラス・ムーラと対戦、師匠のムーラを倒して新王者となった。この試合は、ロックンレスリングというコンセプトの元 MTV で放送され大反響を呼び、翌年のレッスルマニアへの伏線ともなった。 以降も、シンディローパーとのコラボレーションで、ムーラとの交想を続け、1985年2月に、ムーラの差し向けたレイラ2回に、WWF 女子王座を奪われるも、3月31日の、レッスルマニア第1回大会にて奪還に成功。また、CBS のテレビアニメハルクホーガンズロック N、レスリングにてキャラクター化もされるなど、WWF のヒロインとなって、 各メディアで活躍した。しかし、契約問題で WWF との間に圧力が生じ、1985年11月25日の MSG 定期戦において、ムーラが覆面をかぶって変身したスパイダーレディに女子王座を奪取され WWF を離脱した。ホールを返しているにもかかわらず、 レフェリーの不可解なカウントで、リヒターが3カウントを奪われたこの試合は、モントリオール事件に先駆けるザ・オリジナル・スクルージョブ、とされている。WWF 脱退後は、カルロスコロンが主催するプエルトリコの WWC に参戦。1987年5月には、モンスター・リッパーを破り WWC 女子王座の初代チャンピオンに認定された。リッパーとは、同年12月にも、 カルガリーで、いわ世界女子王座を争っている。1988年は、末期の泡にて、メデューサミセリーと構想し、11月26日に、ミネソタ州ブルーミントンにてメデューサから、泡女子王座を奪取。泡では、メデューサと結託する、バッドカンパニーとのミックスドタッグマッチも行われた。引退後は不動産仲介業者に転じる一方、 理学療法士と作業療法士の医療資格を取得。長らくプロレス業界との関わりを立っていたが、2005年1月29日にフロリダ州タンパで行われたリユニオンイベントレッセルリユニオンにて、公の場合久々に登場し、マリアホサカラと組んで8人タッグマッチで、シェリー・マーテルのチームと対戦した。 WWE とは1985年以来絶縁状態が続いていたものの2010年に電動入りが実現。インダクターはロックンレスリング機の WWF を共に支えたロディ・パイパーが務めた。2012年はシンディ・ローパーやパイパーと共に6月18日放送の RAW に登場した。ありがとうございます。